はいどうもこんにちは、まみよしです。ということでね、今回ついに届きましたこちら、アップルのマグセーフチャージャー。 iPhone12 はね明日届くので、今日はねこの iPhone SE と iPhone11 Pro、 そして Apple Watch で充電できるのかっていうのを検証していきたいと思います。そしてねこちらワットチェッカーもあるので、何ワット出るのかっていうのも見ていきます。ということで開封していきましょう。でね、まずこのマグセーフチャージャー届いた時に思ったんですけども、結構重い。こうね、ずっしり感があります。開けていきますか。でこのね充電器、確か5000円ぐらいするので結構高いんですけども、まあ、5000円のね価値はあってほしいなとちょっと思ってます。まあ、充電が楽になるっていうのはね結構ストレスがなくなるので、まあ個人的にはね買う価値あるんじゃないかなと思います。ということで開けていきましょう。デザインドバイアップルインカリフォルニア、いきます。すっ、おー。でね、今回先っぽはタイプ C になってます。タイプ C とマグセーフっていう感じですね。取りづらで、こっちは横に引き出す感じかな。おー、取れた。ケーブルの長さは1メートルですね。でこれ iPhone の充電器と Apple Watch の充電器、これ純正のやつで、ケーブルの太さはこんな感じなんですけども、それよりもねほんの少しだけね細くなってますね。なのでしなやかになってます。全然違う。でコネクタに関しては結構でかいですね。昨日紹介した iPhone12 Pro のシリコンケースの穴に入らないぐらい、そんぐらい太いです。太さで言うと約 1.2 ミリの長さあります。重さは 41g で、ケーブル入れると 52g ですね。結構重いです。でこちらがマグセーフ本体になります。やっぱり Apple Watch の充電器と比べると縦幅は約2個分ありますね。なんでこう4つ分重なった感じで、裏面はアルミですね。これこっちは傷つかないようにゴムになってますね。でちょっとケースにつけてみますか。ペタッとくっつくのかな。いきます。あー、結構強めかな。でもそこまで思ったほど強くはない。もっとガチンってくっつくのかと思ったんですけど、ペタっていう感じ。こう全体をこうペタッとくっつけないといけない感じ。 7,8 割合わせるとこう引き寄せられるっていう感じ。まあ、これ多分ねケースだからだと思うんですけども、多分本体だとねもっとがっちりくっつくんじゃないかなと思います。ただこのね磁力だけで浮かせられると思います。はい、もう全然振っても落ちたりはしないですね。そういう面ではちょうどいいこの磁力のあれかもしれないです。でそう、気になるのはこういうねモモスティックとかつけてたり、あとはこのケースの上から充電できるのかっていうのも気になるので、その辺検証していきましょう。まあ一応ねチー充電だとモモスティックとこのケースあっても充電できたので、充電っていうのはできると思うんですが、その辺も見ていきます。はい、でちょっと今回はねモバイルバッテリーで検証していきます。まあこれ 18W 出るんで 9V 0.05A。 そういえば 20W の充電器とかってどうなんだろうな。 20W に関しては 9V 2.22A で 20W らしいです。9V 2.22A ということで、充電の方をしていきましょう。まずは裸でこの上に乗せていきます。ちょっとずらして乗せてみます。あ、ずらすと全然ならない。充電しっかりできてます。で今ね充電が 87% あるんで、ちょっとねワット数は出ないんですけど、 9V 0.5A なので 5W 充電ですね。まあ、チー充電が 7.5W なので、これだとね 5W しか出ないのかもしれない。それか充電がね 87% あるからなのか、どっちかですね。まあ、その辺はね iPhone12 の方で検証していきたいと思ってます。でこれ iPhone11 Pro なんですけども、ペタッとくっつきますね。ただ磁力は結構弱めで、こう振ったらね落ちちゃうんですけども、一応ペタッとくっつく感じになってます。でこれで充電できたので、次はこの iPhone12 のケースに乗せて充電していきましょう。これだったらねペタッとくっついて充電もできてます。あ、やっぱりこのシリコンケースだと結構しっかりくっつきます。で次、皆さん気になるはこの非対応のケースでワイヤレス充電できるのかやっていきます。あ、できますね。なんかアップルのそのマグセーフ対応のやつじゃなくても全然充電はできます。ただあれかな、本体の磁力がどうなるのかの問題はありますね。でそうしたらケースの厚みとモモスティックの厚みでね、厚みあるんですけども、これで充電できるのかやっていきましょう。いきます。あ、全然いけるんだ。まあ、チー充電の強化版みたいな感じで使うのも全然ありですね。うん、反応もいい感じ。まあ、大体真ん中に乗せれば充電できますね。続いて iPhone SE いきます。うん、全然充電できますね。で iPhone SE は 85% で 5.4W くらいですね。今日充電器のレビューするの忘れてて、普通に満充電までやっちゃいました。じゃあ最後 Apple Watch はこれで充電できるのかっていうのを見ていきましょう。多分ねできないと思うんですが、一応やってみます。いきます。うん、できないですね。
私でも全然出てません。ただペタッとくっつきます。こんな感じで外れないので、 Apple Watch にもねこういうの出してほしいですね。てか Air Power が出てほしい。本当に Air Power が出たらもう充電がねめっちゃ楽になります。最近充電はこの Apple Watch で USB 端子1つで、 iPhone で1つで、 iPad とかやるともう1つで、3個ね必要になったりするので、その辺がね結構厳しいなっていう感じですね。本当に Air Power とか出て、これをね1個の USB 電源でできたらかなり嬉しいんですけども、まあ、そんな感じの充電ねステーションが出ることを期待してます。ということで今回はこちらの Apple のマグセーフチャージャーデビューしてみました。電圧で言うと、まあ、普通のワイヤレス充電の 5W もしくはバッテリーが減ってる場合だと 7.5W 出るかもしれないです。その辺はねまた検証の方していきます。とりあえず今日はファーストインプレッションっていう感じで、 iPhone 11 Pro でも iPhone SE でも充電できますといった感じで、モモスティックと薄いケースついてても充電ができます。これね結構嬉しいポイントかなと思います。多分ねその専用の充電器じゃないとで充電できないとか、そういった感じで思ってる方も多いと思うので、これはね役に立つ情報なのかなと思います。で今ねこちらのマグセーフ充電器めっちゃ納期遅くなってて、早く買えるのがね Amazon なんで、 Amazon のリンク概要欄に載せておきます。興味がある方はぜひ購入してみてください。ということで以上、バイ。